NHK の高橋です、はい、今日最後の閣議となったわけですけども、閣議の中でですね、総理からどのような発言があったんでしょうか。総理からですね、まさに、閣僚が一人も欠けることなく617日、戦後最長の内閣でありました。そうした閣僚にですね、感謝の念とですね、まさにこの全閣僚が一体となって改革努力によって経済の再生、外交安全保障の立て直しなど、国民の皆さんに目に見える形でですね、結果を残すことができたと、そういうことで閣僚閣議に対して感謝の言葉がありました。はい、すみません、NHK の高橋です。はい、あります。中国がですね、今年から9月3日の今日なんですけれども、今日戦争勝利記念日と定めまして、盛大なセレモニーを行いましたけれども、その点の受け止めをお願いします。その後、そうした行事の内容についてはですね、中国の国内の話でありますので、日本政府としてはコメントは差し控えたいというふうに思います。その上で申し上げればですね、日本と中国というのは国際社会の平和と繁栄のためにですね、共に責任を有する国家であり、国際社会が直面する共通の課題に未来志向の協力関係を発展させる姿勢こそが重要ではないかというふうに考えております。いずれにせよ、第二次世界大戦を含む歴史問題に関する日本政府の立場というのは変更はなく、また平和国家としての戦後の我が国の歩みは国際社会からも高く評価をされているところであります。本件を含む歴史問題にですね、かかる最近の中国側の動向については引き続き注意を払っていきたい、こういうふうに思っています。はい、ダウジョンズ関口と申します。新内閣名簿の発表なんですけれども、これ時間的には本日何時ぐらいに行われる？与党都市会談、終わり次第、行いたいと。はい、北海道新聞佐藤です。自民党の新執行部が発足したんですけれども、幹事長にですね、異例のその前総裁がされていました谷垣さんがなったわけですが、官房長官のその評価、人事の評価についてお教えください。私に評価することはどうかとは思いますけれども、ただ自民党と政府がですね、一旦となって行うことができるようなですね、まさに、そうした体制というものをですね、が作られて、いくんだろうというふうに思っています。北海道新聞佐藤です。谷垣さんについて、サプライズというかですね、意外だという声もあるんですけれども、その辺についてはいかがですか。私は意外だというふうには全く思っていません。まさに、党をまとめてですね、自民党の一体感を出して、そして自民党の政策、そして政府と協調しながら前に進めていくという、そういう意味においてはですね、やはり最適の幹事長だというふうに思っています。はい、東京新聞の音です。関連しまして、石破幹事長を交代することになったんですけれども、今谷垣幹事長は最適な幹事長とかですが、石破幹事長はやっぱりどこかに問題があったということなんですか。そういうことはないです。それは石破幹事長をですね、まさに、地方創生の担当大臣としてこのお願いをするわけで、これからですね内閣の中で、活躍をいただくわけでありますから、そうした党と内閣と一体となってですね、そういう中で、期待をしたいというふうに思っています。ですから、そういう意味で通常、今まで自民党は1年で変わってきたわけですけれども、今日に至るまで、それは多くの実績を残されたというふうに思っています。もう一点、これまで
政府の方が党よりも力が強くて官邸主導というふうに言われてましたが、谷垣新幹事長になってですね、その関係というのはどう変わるというふうに思いますか。そこは官邸主導とかいろいろ言われてますけども、あくまでも党と私ども政府は一体となってですね、まさに与党一体となって、この日本のですね、政治を前に進めていくという、ここが基本のことでありますので、そこはお互いに連携を取りながらやっていくということは全く変わらないというふうに思います。はい、ジャパンタイムズの関連ですけど、谷垣さんはですね、どちらかというとハート派にですね、それから財政規律重視派ということで、安倍総理とは政策的にどちらか逆の方向にある気もするんですが、当然その谷さんが選ばれたポイントというのは、党内の一番まとめるということなのか、政策の違いについてどう勘案されているのかという、任命をされたのは総理でありますから、総理の記者会見が当然ですね、あるわけでありますので、そこの時に総理からですね、お話があるんだろうというふうに思います。ただ自民党はまさに人大で対策したいということを日頃から言われておりますようにですね、そういう意味で、この中で、人心を一新をして、このさらに改革を進めていくという、そういう思いの中で、今回ですね、党、そして内閣も一新すると、そういうことに踏み切ったんだろうというふうに思います。はい、フジテレビの関根です。政調会長に奈良さんが抜擢されて、女性閣僚もご任命されるということです。本店はどのように期待されましたか。女性閣僚が何になるかというのは、これから発表されるんだろうというふうに思います。ただ女性の輝く社会というものを、まさにこの政権のですね、一つの大きな柱としておりますので、そうしたまさに有言実行、そういう中で、総理は考えていくんだろうというふうに思います。はい、ありがとうございました。